マイケル・ハーバーマンは、フランス・パリ出身のピアニスト、ピーボディ音楽院の教授である。イギリス・パーニン作曲家、カイホスルー・シャプルジ・ソラブジの作品研究に優れ、彼の演奏による5曲の世界初録音はいずれも高い評価を得て、作曲者自身も完全に満足していた。百七十九年、ソラブジから百ページにわたる、近景変奏曲を検定されたが、 初演と再演のどちらにも関わっていない。学位論文のテーマもソラブジであった。今日ハーバーマンはソラブジの音楽に深く関与している。1977年にニューヨークデビューを果たして、以来、数多くの演奏活動を行っている。彼のリサイタルは、ボイスオブアメリカとナショナルパブリックラジオで放送された。彼のレパートリーは膨大で、あらゆる時代の作品に及ぶが極度の、 前衛作品には趣味上の問題により手を触れていない。これまでにアルフレード・カセラ、カルロス・チャベス、ピーター・ラシー・イン・フリッカー、クリストバル・アルフテル、ケネス・レイトン、マヌエル・ポンセ、ビット・リオリエティ、シルベストレ、ソラブジ、スピアをはじめとする20世紀の諸作品を初演。ユージング・リックマンのピアノとパーカッションのための競争曲の世界初演では独奏を務めた。 最近では、ポルトガルの作曲家、アレクサンドル・レイ・コロッソのアルバムを録音している。現在、ハーバーマンは、アメリカ合衆国に今日構えている。これまでに、カナダ、メキシコで生活しており、流暢なフランス語とスペイン語を使いこなす。フェルディナンド・ライリス、ヒルデ・ゾマー、カルロス・バスケスにピアノを指示した。1979年に、ロングアイランド大学で、 作曲の修士号を取得。1985年に、ジョンズ・ホプキンス大学ピーボディ音楽院で博士号を取得した。近年の著作に、デビッド・ディバル編によるブラディ・ミル・ホロビッツ関する本の一章、及びポール・ラ・パポート編によるソラ・ビジー、エークリティカル・セレブレーションの一章がある。教育者としての彼は、個人や団体レッスンを教え、対象も子供から大人に至るまで幅広い。 モーガン州立大学及びタウソン州立大学にて学位志望者の教育も行っている。また、ピーボディエルダーホステルピーボディエルダーホステルの講師でもあり、ピアノコンクールの人気審査員でもある。器楽曲、声楽曲、ピアノ曲の作曲も行っている。また、これまでに多くのピアノ編曲作品を書いた。彼の名を、 決定的にしたのは、ソラブジが編曲した、ショパンの子犬のワルツによるパスティッシュである。世界初演こそ別人に奪われたが、ソラブジが絶賛した録音をしのぐ演奏はいまだに現れていない。途中でアレグロであるにもかかわらず、右手のポジションが全て異なる和音の連続を、インテンポで弾き切る、超人芸を披露する。現代のピアニストですら、この部分でテンポがどうしても落ちる。 ありがとうございます。